確認作業。お、5215来ました。やったー。何何交換した感じ。どこ一番上、一番上5万って書いてる。あ、これね。これこれこれ、あれ交換してください。はーい、はーい、やったー。オッケー。いっぱい取れるね。で、これゲットできたかな。もう一回その、これ一番上の、これですね。で、さあさあさあ。演出があるからね。え？ガチャ受け取り演出かね。やったー。いいね。やった。無事に今回も引退することができた。次の引退に向けて、次のルカの新衣装に引退に向けて切り替えさせて終わるかな。向けて一品今何歩ぐらいの？2500あるかな。何かあんの？じゃあまあゴールドパスさえ課金してしまえば次の天井には行けますぜ。お前2900ある。からもう次の引退が確定していると。もうこれ頭につけてるね。それって頭にリボンかされてる。なかなかでかいな。リボン結構いろいろ持ってるな。それは腕につける。腕か。シュシュ。なるほどね。やったね。これで無事に引退です。今までご苦労様でした。また次のルカでね、引退してます。なかなかやっぱ攻めてんな。うん、すごいよなこれ。いや普通に考えるとやばいよなこの衣装。ポストの時も思ってて、やばいよなこの衣装。やばくない？あ、どっかしたとかもうちょっと大きい画面で出たぜ。これで撮ってみる。やばいよな。すごいでね。うん。ね、この辺の。貝殻の貝殻っぽい感じだね。胸の間のこれ何？うーん、確かにチャックみたいについてるな。これ何なんこれ？ネックレスからネックレス伸びてんのかな。うーん、謎の衣装。まああとはこの唯一当たってない。おすごい、こんな色ない。なかなか攻めてんな。これはなんかもういつものあの四つ葉みたいなやつな。定期的に出てくるから四つ葉みたいな見た目。赤いすごい、これは男家だ。男家ポリス感がすごい。この辺はこれもなんかいいよね。眩しい。どれが一番いい？あのノーマルカラー以外、ノーマルカラーが一番なのはもちろんやけど、やっぱ赤いんだよ、ね、これアネゴ感がある。ちょっとやさぐれた猫感。これがしばやな、結局あまりにも手堅い。いいですね。お疲れ様でした。はい。